はい、るるかです今回は総務省が自分たちが主導で動いた携帯電話の値下げに関しての動向をこちら携帯電話事業者各社が提供する新料金プランの移行動向として公表したんですが何かお役所仕事の闇を感じたのでその辺解説しながら見ていこうと思いますよかったら最後まで見てこれは本当に闇かコメントいただけたら嬉しいですそれでは内容見ていこうと思うんですけれど携帯電話事業者各社が提供する新しい料金プランの契約数が令和5年1月末時点で約5000万となりましたので総務省が実施した関連 すするアンケート結果と合わせせてお知らせします要は総務省のおかげでみんなの携帯料金下がったよね実績として5000万件もいっているからアンケート結果を含めて成果を見てくれ評価してくれそんな感じの内容になっています実際に当時の総務省は携帯料金の値下げに力を入れていたのは事実なのであれから約2年ほどでどの程度乗り換えてる人がいてどの程度安くなったのか気になってる方も多いんじゃないかなと思いますはいでは内容を見ていこうと思います総務省では令和元年の電気通信事業法改正以降携帯電話市場の公正な競争環境を整備するために各 各種の取り組みを継続しててて進めてきていますこうした取り組みもあり主に令和3年2月以降携帯電話事業者各社が従来に比べて低廉な新しい料金プラン以下新料金プランというの提供を開始しており競争が活性化していますでねこの競争が活性化した始まりがまあ楽天モバイルになっていますまあ多分ね世の中的にはアハモって印象が強いでしょうが始まりはねルルカ的には楽天モバイルだと思っていますこうした中利用者の新料金プランへの移行が進んでおり主要な携帯電話事業者が提供する新料金プランの契約数の合計は令和5年1月 待つ時点で約5000万となりました。すごいですね。ここまで新料金プランに移行している人が多いとは思っていませんでした。まあお役所のね5000万件実績表記にはからくりがありますんで、後ほどねその辺に関してはお話していこうと思います。また総務省では電気通信に関する利用者の意識を把握するため定期的にウェブアンケート調査を実施しており、令和4年12月に実施した調査では以下の回答がありました。はいこのねまあ総務省での定期的なウェブアンケート調査ってところがねミソになっていますんで覚えておいてください。はい1個目新料金プランへの乗り換えにより料金が安くなっ ものから平均約2000円安くなった確かにね新料金プランは安いのでこのぐらい値下げ幅があっても全然おかしくないですがここもひどいピックアップの仕方をしていますここに関しては後ほど詳細をね解説していこうと思いますその2オンライン手続きの経験があるものに難しかった分かりづらかった手続きを尋ねたところ6割を超えるものかかからら難しいい分かりづらい手続きはなかった、まあ、詳細は別紙となりますってことで、まあ、後ほどねこの辺に関してもツッコミどころ結構ありますんで、まあ、このね別紙見ながらねお話していこうと思うんですけれど最後に総務省はこれからも事業者間の競争 を通じて料金の低廉化やサービスの多様化を進むよう、モバイル市場における公正な競争環境の整備に取り組んで参ります。と締めくくられていますが、どう考えてもね。当時の勢いはなく、新料金プランがとりあえず出されてから一番感じのぼったくり、給プランには一切メスが加えられてない状態になっています。そこを一番どうにかするべきだと思うんですが、いかがでしょうか？それではね、別紙でグラフなども含めて、今回の経営を総務省がまとめてくれているので、そこに突っ込みながら見ていきましょう。ここからが本番になります。はい、こちらが別紙になっています。新料金プランの移行状況1。ということで。 主に2021年2月以降携帯電話事業者各社が従来に比べて低廉なね覚えてください低廉な新しい料金プラン1の提供開始競争が活性化2主要な携帯電話事業者各社が提供開始した新料金プランの契約者合計は2023年1月末時点で約5000万件すごいですよね5000万件契約されているとその3これは携帯電話契約数通信モジュール等を除く2022年9月末時点で1億4 7 0万件の33.9%に相当するということでねまあ大体3割ぐらいの方が 低廉な新料金プランを使っているってところを、まあ、総務省さんがねこんな感じでねグラフにしてるっていう感じなんですけれど、まあ、グラフ的にもね右肩上がりって感じでまあ綺麗にね増えていって、まあ、一番新しい最新でね、まあ、5000万件を突破したって形になっているようですはいこれだけ見るとね、まあ、総務省さんがどうやりたい気持ちもわかるんじゃないかなと思いますただ次の様を見るとえって部分が出てくるんだけど診療金プランのの移行状況に契約数集計の対象としている新料金プラン要は総務省さんが言う5000万件の低廉なプランどんなものがあるか、まあ、そちらに関して一覧が出ているわけなんです まあご覧ください。まあ、ドコモだったりとか、まあ、KDDI、UQ モバイルだったりね、いろいろ出ているわけなんですけど、一番上のね、ドコモの、まあ一番上がね、アハモになってるわけなんだけど、その下には、5G ギガホプレミアム、ギガホプレミアムだったりとか、まあ、KDDI に関してもね、ポボがあって、その下には、使い放題 MAX、5G、4G などと、旧、まあ、世代のね、圧倒的なぼったくり料金は除外されているものの、普通に旧プランから本当にわずかしか変わっていない、高額なプランってものが入っています。これ、どう考えても、低廉なプランではないと思うんですが、総務省さん的には、 なんですかねでこのね謎の使い放題なども含めて定年縛りで5000万件突破のアピールをしてるって感じるとなんかかと思ってししまううのはルルカだけでしょうかそしてここからがね本格的にひどい部分になりますが総務省が実施した利用者意識調査の結果1ってものになっているんですけど乗り換えによる通信料金の変化まあいうのは多分ねアンケートした人数だと思うんですけどなのでまあ238人の方に聞いて、まあ、52.5%の人が安くなったそして33.8%の人が変わらなかった、まあ、13.7%の人がね高くなったっていう結果になってるんだと思います。なので ので、ま半数以上の人がね、まあ、シンプルに安くなってるんで、やるじゃんって感じなんだけど、まあ、一応ね、先ほども言っていたんですけど、こちら、総務省さんのオンラインアンケートに答えた人限定になっていますんで、世の中全体で52.5ではないことだけはね、覚えておいてほしいんだけど、とりあえずね、総務省のアンケート的には、まあ 52.、52.5の人が安くなった。まあ、世の中的にもね、かなり多くの方はね、実際に安くなったんじゃないかなと思います。まあ、とりあえず52.5%の人が安くなったっていうのはいいんですけど、じゃあ、どれくらいのね、値段安くなったのか、まあ、気になるところじゃないかなと思うんですけど、まあ、このグラフ見てみてください。このグラフね、あんま数字詳しくないルル が見てみると乗り換えによる通信料金の変動額が一番多かったのはこんな安くなったの500円から1000円未満20.1%のように見えるんじゃないかなと思いますそしてアンケートを取った人の平均ですねがまあね2000円安くなったみたいなそんな風にね見ることができるグラフになってるんじゃないかなと思いますまあ、これだけ見るとまぁ総務省やるじゃんって新聞にね思う方も多いと思いますがこのグラフかなりね総務省さんの出したいところっていうのをアピールしてる形のグラフになっていますまあ、一応ね最初に言っておきますがまあ数字の読み方間違ってたらごめんなさい詳しい人ね間違っていたらいいコ でで指摘ししてほしいんですが実際に乗り換えによる通信料金の変化が一番多かったのはこのね500円から1000円未満の20.1%ではなくて変わらないの33.8%だと思います、まあ、そもそもがこれ全体数の52.5%の中の20.1%っていうのが、まあ、500円から1000円未満っていうね20.1%になってるわけなんですけどこの変わらないっていうのはこの全体表の中の33.8%になってるんで、まあ、一番ね乗り換えによる通信料金の変化があったのは変わらないっていう数字になるんじゃないかなと思いますそして またねグラフの方を見ていただきたいんですけれどこのね安くなった人の人数っていうのは実は2138ではなくて1270人なんですよねでこの1270人安くなった人の平均っていうのが2000円という形になっています、まあ、ルルカの言いたいこと分かりますか普通このね平均値とかを出す場合に関してはもちろんね安くなった人のこの、ね、金額でも出したい気持ちは分かるんですけれど他のね変わらなかっただったりとか高くなった人っていうのも平均値に入れた上で割った数字っていうのをここに出すべきじゃないかなと思うんですよねそれがね実際に乗り換えによった通信料金の変化だと思うんです なんですけどこれあくまで安くなった人の平均を出してるだけなんでぶっちゃけ話これ2000円って書いてあるんですけれど実際はねこれ半分以下とかになると思うんだよねまあ総務省的には安くなった金額だけを出したいんでこの辺に関してスルーしてるんだけどまあ平均みたいな感じで出すのであればこのね変わらなかったとか高くなったっていう部分に関して出した方がいいんじゃないかなと思いますというかむしろこの高くなったとかに関しての方がなんで高くなったのか非常に気になる点になってるんでこの辺調べるべきなのに自分たちの実績である安くなっただけを強調しているっていう部分まあこの辺に関してねまあちょっと総務省の闇を揺ルかルは感じたんですけれど 皆さん的にはいかかがでしょうかそしてその次総務省が実施した利用者意識調査の結果2っていうものになっているんですけれど難しかった主なオンライン手続き3126人にアンケートしてる結果になっているんですけど1位がねダントツで難しいいい分かかりづらい手続きはなかったになっったにていますその他にもね、まあ、ちょっと料金プラン変更だったりとかいろいろあったりするわけなんですけど、まあ、基本的には、ねまあ、5%超の回答を抜粋してるみたいなんだけど一番、ね、圧倒的なのは難しい分かりづらい手続きはなかったということで、まあ、順調にね、まあ、誰でもこう難しいことなく手続きできているんだよ ま、総務省のねやり方は間違ってなかったんですよ、と、ま、強調しているという形になってるんですけれど、ここにもめちゃくちゃカラクリがあります。対象が先ほども言った通り、総務省のウェブアンケートに答えていて、オンライン手続きの経験がある方へのアンケートになっています。むしろルルカもね、総務省のウェブアンケートでどこで答えるのかも知りませんし、それに答えられて、手続きの経験のある方に聞けば、それはね60、60%ぐらいの人がこんな答えになるんじゃないかなと思います。というか、むしろ総務省のウェブアンケートに答えることができて、手続きの経験がある人で60、60%しかできない方がやばいんじゃないか なとルルカは思います。まあ、このね、グラフを見るとね、世間の60%以上の人がま苦戦しなかったみたいな風に捉えるんじゃないかなと思うんだけど、申し訳ないけど、世間ののの60%以上の人がネットからの診療金プランにに苦戦しないいいとと到底考えにくいと思います。皆さんどう思いますかルルカが知らない間に世間のネットの力は急成長してるんですかねまあもちろんね、急成長してる部分はあると思うけど90、90%以上の人が手続きに苦戦しないはありえないと思います。まあ、この辺に関してはね、明らかにね、まあ総務省が自分たちがやってることに関して、まあ難しいこともやっていないし、まあ順調にいってるんだよっていうのを見せたいが、 ためのグラフにしか見えないんですよね、まあ、この辺かなり闇を感じるんだけど、まあ、そのわけでね、まあ、個人的には楽天モバイルが登場して新料金プランも出てそれに追従する形で格安 SIM MV、NO、も MVNO もいろいろな料金プランが出てきたので談合3兄弟がね好き勝手やってた時代よりは確実によくなったのは間違いないと思うんですなんですけどこんな感じのグラフですよねこんなの見せられちゃうと、まあ、これね闇しか感じないんじゃないかなと思うんですよね、まあ、よろしければ皆さんのご意見も聞かせてくださいルルカがやっぱりいつも通りうがった考えなのか共感してくれる方もいるのかコメントお待ちしております今後も 携帯料金関係も含めていろいろな動画出していきますんでよろしければチャンネル登録高評価コメントお願いいたします今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました総務省さん既存のキャリアのぼったくプラン何とかしてください